はい、皆さんこんにちは、ファンタイムです。はい、ということでね、今日も島村商品紹介をしていきたいと思います。イエーイ。はい、で、実はですね、今日も島パトするためにめっちゃ早く起きました。知らんかった。めっちゃ棒やん。はい、で、島パトしてきたんですけど、今日はすごい晴れてて、もう気分も良くて、で島パトしてきたんですけど、たくさん買いました今日もね。なんか今日は110円とか330円が多いかな、値段的には。でも結構安くない？そう、安い。最近安いのよね。なんか私の家の近くに、なんか島村が4店舗ぐらいがあるんですけど、4店舗全部回ってちょっと集めてますので、はい、ということでね、今日はやっていきます、いつものように。はい、じゃあ予想してみてください、今日何を紹介するか。なんかイメージ的にワンピースとか買ってそうだなって、残念です、今日ワンピースは購入してません。じゃあスカートとか？スカートも購入してません。わかった。最近ニット多いですよね。ニットも買ってません。はい、まあ晴れなのでね、ニットとかセーター私持ってて結構島村で購入したんですけど、これ動画撮るじゃないですか。動画撮って後から服しまうんですけど、見たら、私こんなセーター買ってたっけみたいな感じで。ああ、なるなる。なんかこんなにセーターもう着ないのに、私あんまセーター着ないんですよ。なんかめっちゃ寒い時だけね。あと外出する時とかなんですけど、こんなに買ったっけみたいな、なんか自分でよくわからなくなるんですよ。こんなのいつ買ったっけみたいなね。あるあるだね。で、ニットとかセーターがたくさんあるので、もう今年は買えません。だから今年の冬にその買ったセーターたちを着るので、もう買いません、決めました。まだあるんですけどね。はい、ということでね、最近はやっぱ春コートが多いかな。やっぱ春のトレンドとか、まあ、この先春夏秋に着るものをと購入しようと思ってます。じゃん、今日は結構袋デカめですね。大きめです。あと結構パンパンだし、はい、ということでね、やっていきます。では行きましょう。レッツゴー。はい、まず一つ目紹介お願いします。はい、一つ目はこれですね、シャツです。半袖シャツになります。これ値下げ しましたと書いてありますよね。はい、でこれ普通のシャツとかじゃなくて、なんかここに洗濯ネットがついてるんですよ。なんかパッケージがすごいコンパクトでいいなと思って。値段なんですけど、これ100円ですね。100円、安くないね。安い。ブランドは黒し、ちょっと今から開封してきます。こういう系のコンパクトした形のやつ買ったことなくて、これ初めて見ますね。あ、これハサミがいる感じです。少々お待ちください。じゃあね、これ1個だけ開封していきます。パッケージすごくない？かわいい。水筒みたい。はい、って感じで、こういう感じになってます。すごい、紐もちゃんとついてる。これすごいかよ、硬いね。ちょ、頑張って開けていきます。これに書いてあるんですけど、乾きやすいそうです。軽くて乾きやすい。こんな硬く縛る必要があるのかとぐらい硬いです。ああね。はい、ちょっと頑張って開けたので。すごい、ほらめっちゃ綺麗に丸まってる。こんな丸く畳んだことないんです。これコンパクトだから思ったんだけど、今旅行とか、これハンドキャリーでね、持ってけるのいいなと思って、やっぱ服ってさ大きいじゃん。畳み方も人によるんだけど、私大雑把に畳むのよ。なんかきちんとコンパクトとかじゃなくて、はいはいはいみたいな感じ。でそれだとなんか面積がでかくなるでしょ。
あーでっかくなる。へーこれいいね。でもこれ私も赤ちゃったから二度とこう丸まった感じで畳めないんですけど、あすごいいい感じ、本当に乾きやすそうですね、シワシワ。はい、シャツですね。ほら、まあ、V ネックになってるんだねここが。うん、ちょっと涼しそう、半袖見ると涼しくなる。はい、ということでね、この2024年新生活の始まりの、なんて言うんだろう、やっぱねシャツとかもね新しいの使いたいじゃないですか、新生活だからね。はい、でこれ2個買ったんですけど、うん、こっちは開けません、こっちは、うん、あのあれ、え同じだよね。そうそう同じなの、なんかこれがいいなと思ってこれ後からね畳んで丸めてしっかりねこれに頑張って戻してください。はい、ということでね、まず一つ目は、あここに書いてある、これちょっと値下げしましたってとこで隠れてるんだけど、トラベルって書いてあるの分かる、トラベルって書いてあるから、あこれ旅行用に作られてるんだ、初めから、私の発想ではなく初めからそういうものです。はい、ということでね、まず一つ目はシャツでした、コンパクトね。うん、じゃあ二つ目お願いします。じゃーん、これ実は私が今日購入した中で一番、えめっちゃ可愛い、一番可愛いなと思って、やばくない、お嬢様感があるのこのデザインとかね。え、思った思った、やばくない、うん可愛いね、なんか分かる、なんて言うんだろう、デザイン可愛い、そうそう、これでも長いのよね、これ最近こうガウン系結構買うのよ、分かる、だからこう上にね、うん、羽織れるものがいいなと思って、うん、はい、上らへんですね、これかわいい、色は白っぽい、えでボタンも可愛くて、ほら見てボタン可愛いでしょ、えめっちゃ可愛い、なんか透明じゃない、そうそう透明なの、しかもなんか宝石感がキラキラしてます。はい、でねこれ私こういう系が好きなの、こういう輪っかにねボタンを通すやつが好きなの、うん、えなんかおしゃれだよねこういうの、そうそう、あんまり目立たないし、そうでカーデガンで、これ値段やばくない、もともと1419円だったんですよ、うん、こんな高いやつが550円で売れてます、えめっちゃ安いね、そう、はい、でブランドですね、はい、あでサイズは M です、だからサイズこれでもサイズこれしかなかったんだよね多分、私が見た中では、うん、M だけだったかな、で袖がねこうフリルになってて可愛い、ほら袖フリルになってるでしょ、ね、めっちゃ可愛いね、可愛くない、うん、めっちゃフリル、そうそうめっちゃフリルなんかプリンセスって感じするね、そうそう、えなんかいいな、いいね、下らへんとかも、下はどんな感じなのかな、下もフリルになってます、おお、え可愛い、可愛いでしょ、ね、なんかワンピースとかの上にも着れるって感じですよね、そうそうそう、ワンピースとか、あとは私がなんか私だったらね、うん、こう短めのシャッあの T シャツに、うん、なんて言うんだろう、カジュアル的なパンツを取り入れて、うん、その上からこれ着たら可愛いかな、でもワンピースも似合うと思うの、本当にね、ワンピースなんかもっとなんかおしゃれ感増すよね、そう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 、はい、ということで2着目はロングカーディガンでしたね、うん、はい、めっちゃ気に入った、それそう、私もこれ一番可愛いと思うの、今日の一押し商品、え白しかなかったの、色、そう、色もね、確か多分だよ、私の記憶上サイズと色は多分これしかなかった、ね、M でこの色しかなかった、でも黒色とかあったら絶対可愛いよね、え自分あのこのさ、うん、薄い緑バージョンが好きで、こういうのね、なんかめっちゃ可愛いなと思って、これの緑、この薄い緑バージョンみたいな、黄緑とかじゃなくて水色とかでも可愛いそうじゃない、水色とかちょっとした淡いピンクみたいな、あね絶対可愛い、似合うよね、はい、パステルカラーだよね、そうそうそう、自主的に、はい、っていう感じです。
はい、3つ目の商品の紹介お願いします。はい、3つ目ですね。3つ目も今日でも白っぽいのが多いのかな。ね、2枚も白っぽいの。え、これは、これはかわいいかわいいかわいい。はい、でサイズは L で値段は330円です。これは普通かな。はい、でもこれ高くない？これもともと1969円だったのよ。うん、高いね。1000円以上だった。高いかな。高い、まあ、私的だったわ。高い高いね。はい、でこれボタンです。ボタンめっちゃついてる、わかる？下まである。ほらボタンめっちゃあるっしょ。うん、ボタンもめっちゃあるし、あとさ、うん、こちらもさ、なんかフリル感ない？そう、あるある。なんか下に行くほどさ、こう幅が広がって、そうそうそう、ワンピース感があるの。ちょっと持ち上げてもらって、ほら、え、めっちゃ可愛いね。可愛いでしょ。そのままゆっくり下ろしてください。めっちゃいい。え可愛い可愛い。これ何に合うと思う？下、ジーンズとかじゃない？ジーパンとか。ジーンズか。私ジーンズじゃなくて、あのさ、わかる？なんかスーツとかあるじゃん、あのパンツみたいなのあるじゃん、なんて言うんだろう、カジュアル系なんか。黒色の？そう、なん、あの違うな、スーツじゃなくてもいいんだけど、なんかあるじゃん、うん、あのなんかさ、ちょっとタイトな、あのジーパンって言えばいいのかな。でもジーンズじゃないの、なんか普通の黒いズボンみたいな、タイトみたいな。あ、タイトも似合うかもね、これでも。あ、ワンピースとかにしたら。でもワンピースじゃないからね、短いからね。で袖もね、短いんだよね、これ。でもなんか袖可愛くない？先っぽがキュッてみたいな。そう、キュッてなってるキュッてなってるの大好き私。可愛いよね。はい、お姫様感が増しますよね。あとシャーシリーズって書いてありますね。これはよくわからないんですけど、シアーシリーズじゃなくてシャーシリーズなのかな。多分シャーシリーズだって、あ、ちっちゃいじゃん。はい、まあどっちでもいいです。で、はい、ポリエステル 100% そうです。これ結構薄いんだよね、生地が。うん、春とかあのお花見なんかさ、私さ、全部春コーデさ、なんていうんだろう、春のお洋服着たらさ、お花見に来てくれとか言うじゃん。どんだけお花見行ってないと思うんだよね。もう毎日行ってそうじゃない？毎日服変えて、今日この服でお花見行こうとか言って。あ、あの、そんなお花見してる暇ないですけどね。はい。もうお花見も大人の一つの楽しみですよ。まあ楽しみですけど、まあ行くとしたら一人なんで。一人でお花見ちょっと悲しいかな。はい、っていう感じです。4つ目の商品の紹介お願いします。はい、では4つ目いきます。え、じゃん、白じゃない。そう、今度は白じゃないの。白白白着てって着て、黒とかグレーとかそんな感じですね、まあ、はい、でこれは、こちらは、あのあれですね、私はこれを着て寝ようかなと思います。寝るように買いました。あの、あまりにも短いのでね。でこれはもともと550円だったんですけど、110円でね、購入しました。これは110円で多分相当適正、相当、まあ適正な価格だと思いますね。はい、でサイズは L です。これね、めっちゃ涼しいの、素材が薄いから。こちらズボンになりますね。はい、パジャマみたいなもんかな。まあ、あの、なんていうの、普通のズボンよりはちょっと短めなんですよ。ほら、もうちょっと持ち上げてもらって。お、短いね。そう、本当の短いでしょ。だから膝までかな、膝よりちょっと下、ギリギリ膝の下みたいな感じですね。そうそうそう。こっち柄なんかすごい細かいで、柄がこんな感じですね。ウエストすごい、見て、ほらめっちゃ伸びる。柄なんかすごいね。そう、なんていうの、ウエストは、ウエストね、ほら見て、こう伸びるでしょ。あー、フリーサイズ的な。ちょっと、まあフリーサイズかな。でもきついかな、ウエストでかい人に。ちょっとほら、こう集まるじゃん、元に戻るから。はい、でこれをね、あの2つ購入しました。え、こちら中の素材とか、どっち、こっち、うん、こっちは普通、薄め、薄い薄い、こっちも普通、こっちもね、素材一緒な。こちらあれじゃ、あれ系、柄だけ違うの。 あ、そういうこと。そうそう、色違いかと思った。そう、なんか柄は1つだけ、柄はちょっとよくわからない。はい、なんかお花って感じするけどね。そう、なんか最近、あの私が持ってるパジャマなんですけど、今冬用使ってて、うん、で冬用ってさ、モコモコしてるじゃん。だから、
春に来たらさ、あれ夜とかめっちゃ汗かくし、うん、やっぱモコモコのはもう着れないの。そういう時期じゃなくなった。え、これめっちゃ薄いね。でもそう薄い、薄いからなんか春とか夏にも、夏にもだよねこれ、まあ、これはお花見のためにっていうわけではないんですけど、これ透けて見えますね。じゃあ、うん、だって薄いもん薄いもん、薄いからね一回持ち上げてもらって。あ、でも結構いいね。こっちの方が柄可愛いかな。うん、なんかあっちはなんて言うんだろう、うん、なんかちょっと違うよね。まあ、別に寝る用だからさ、まあ、着て寝るだけだから別に柄とかどうでもいいんですけど、はい、感じに。でも、うん、おしゃれなんで。なんかこれはなんかね、あともう2種類ぐらい柄があったのよ、こういうやつがね、うんうん、一応まあやっぱさ4種類あったら2種類買った方がいいみたいなあるじゃん。あー、あるある。半分だし2分の1だから。あはい、って感じで。じゃあ最後になるんですけど、はい、ちょっと最後をね紹介していきます。はい、では5つ目の5つ目うん、まあラストを紹介します。まあ、ラストになります。はい、はい、それではどうぞ。ラストは白です。あー、白ですねこれは夏用かな。夏に着れる。こちら袖ないね。袖なしになります。袖なくて、これ私はジーンズと、あのジーンズと一緒に組み合わせたら絶対似合うかな。なんか白ってジーンズってイメージあるんですよね。そうそうそう。しかもこれあれじゃん、袖ないじゃん。うん、スリーブレス、うん、ですね。はい、ちょっと持ち上げてもらって。なんか今思ったんだけど、うん、ここにさ普通サイズ書いてあるじゃん私サイズ書いてあるかなって思って見たら何も書いてなくて白色だった。なんかサイズってイメージあるけどね。そこそう、こちらもなんかフリルですね。ちょっとフリルじゃないよ。でも一回持ち上げてもらったら浅くない襟なんて、あの襟っていうか首元もっと深いと思った。あの見えないです、見えないです。ほら、あ、まあ、浅いよね、あんま見えない、ね、うん、はい、ちょっと持ち上げてもらう。ちょっとワンピース感があるの分かる。なんかタンクトップとワンピース合わせた感じ。うん、綺麗に見えるねこれ。きた。こちらの値段は、こちらの値段は330円です。おー、はい、安い。でも私これ110円の方が適正だと思うんだよね柄ないから。え、柄ないから。これまあ柄もないし、そこまで袖ないから袖の分だけ、袖あったら330円、なかったら110円みたいな、はい、って感じになります。なんか今日めっちゃ楽しかった。そう、うん、今日私も楽しかった。なんかいつもよりちょっとなんか盛り上がっ、仕事するのがね、仕事するのが、自分は動画撮るのが楽しかった。なんか今日いつもより盛り上がりましたよね、うん、はい。じゃああの一回ちょっと集合させますかみんなはい、何が好きだった、今日紹介し、で、あの紹介したやつの中で。やっぱりあのなんか、うん、なんだっけ、プリンセス風のカーディガンみたいな。かわいいよね。あれめっちゃ可愛かった。プリンセス感が増すといいよね。なんか可愛いってなるじゃん。あ、ちょっと乙女みたいな。あ、乙女今日なんか結構買ってない？5つとか言ってたけど違くない？最後5つ目じゃない？結構あるね。6つ目かな。今日6つ買ったね。この前もなんか6つだった気がするんだけど、なんか6つとか5つが多いよねまとめ買いみたいなでも島村行ったら必ず何か買うんですけど、1着だけ買うはないんです私の中には。1着なんかセットでみたいな、うん、1着買って帰るってもったいないじゃん。だから、あーね、もったいない。それめっちゃもったいない。もうせっかく来たんだから、うん、たくさん買おうよみたいな。あ、はい、ということで今日はですね、ちょ6つ購入して紹介しました。私の今日の一押し商品、このカーディガンですね。はい、はい、ではね、今日は島村商品紹介をしました。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。